くだらぬ。カゴメ様はひょんなことから戦国時代に引き込まれてしもうた。そこには50年前桔梗様に封印された半妖の犬夜叉様がおった。犬夜叉様はカゴメ様の体の中から出てきた四魂の玉と呼ばれる玉を狙ってたんじゃ。無論さまざまな妖怪も妖力を高めようとその玉を狙っておって、戦いの中無残にも砕け散ってしまったんじゃ。ガミョーン。以来各地に散った四魂のかけらを追って犬夜叉様、カゴメ様の旅が始まったのですじゃ。旅の途中、卑怯な手口でいろんな罠を仕掛けて四魂のかけらを狙う悪党の奈落が現れおった。じゃが犬夜叉様たちにも七宝、宝子殿、サンゴとどんどん仲間も増えてきたんじゃ。仲間と力を合わせていつか必ず奈落を追い詰めて倒してくだされ。犬夜叉様たちの旅はこれからもまだまだ続くのですじゃ。くだらん。やれやれ、この殺生丸ともあろうものがつまらん生き物に追うてしまうとはな。なんじゃと？こら、この大妖怪様に失礼じゃろうが。お前、もしやこの殺生丸に挑むつもりなのか。くだらん、やめておけ。雑魚の小狐がそれほどまでに死に急ぐのか。うるさい。オラだって立派な妖怪なのじゃ。やるときはやるのじゃ。目に物見せてやる。いざいざ、一本目勝負。あとは決めろ。刀の張りこなれ、刀の張りこなれ。弱いな。雑魚が貴様などに勝ったところで何の得にもならん。鬱陶しい。さっさと消えろ。
たり前だ。くだらん。ん？貴様は犬夜叉といた女だな。父上が言っていた。最も危険なのは人間に化ける妖怪なのだと。殺生丸、お前を退治してやる。女、貴様が弱い人間だとてこの殺生丸容赦せぬ。それを分かって言っているのか。さすがにそこらの妖怪とは違う。けど私だって妖怪専門の退治屋だ。このまま引くわけにはいかない。退治屋だと？笑わせてくれる。いいだろう。この殺生丸の力、思い知らせてくれる。ザコめが一気に叩く。いざいざ、一本目勝負。消火せよ消火せよ。体の張りこなれ消火せよ。あとは逃げろ。消火せよ消火せよ。体の張りこなれ消火せよ。くらえ。体の張りこなれ消火せよ。体の張りこなれ体の張りこなれ消火せよ。真の姿だ。体を張りこなえ消火せよ。消火せよ。決着。勝者殺生丸。退治屋だと笑わせてくれる。人間ごときの技がこの殺生丸に通じるか。くだらん。貴様のような弱い人間を相手にしているほどこの殺生丸は暇ではないのだ。当たり前だ。くだらん。貴様は犬夜叉といた奉仕だな。いかにも私は奉仕ですが、それがどうかしましたか。貴様が犬夜叉と共に動いている以上、このまま見過ごすわけにはいかん。さてどうしてくれようか。私は食べても美味しくありませんよ。このような風穴も開いてますし。ほう、この殺生丸を愚弄するか。面白い。人間ごときに何ができるか身の程を教えてやる。まったく厄介なお方だ。愚かなやつだ。来なさい。いざいざ、一本目勝負。刀の張りこなえ消火せよ。消火せよ。刀の張りこなえ消火せよ。刀の張りこなえ刀の張りこなえ。行きます。それ行きます。消火せよ。消火せよ。
りこなれ成敗刀を刈りこそれ行きまでそれほうほうほう刀を刈りこなれそこまでだ刀を刈りこなれほうほう目標昇格せよ気合い昇格せよ刀を刈りこなれこの殺生丸に法力など通じぬ。愚かな。私には法力など通じぬわ。もうお前に用はない。当たり前だ。くだらん。あれは催眠症とか言ったか。どうやらこの殺生丸に用があるらしい。雑魚どもはひねりつぶしてくれる。いざいざ、はじめ。消火せよ。刀の刈りこなれ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 。そこまで。奈良久米、くだらん真似を。この殺生丸相手にこのような雑魚を当てるとは。ん？これは紫魂のかけらとか言ったか。しかも3個。興味はないが、餌になるかもしれんな。くだらん。これは近くに奈落の匂い。いや違う、この匂いは。あんたを待ってたんだ、殺生丸。誰かと思えば貴様はカグラ。この殺生丸を待っていただと。ちょっとあんたの噂を聞いたのさ。あんたが奈落に通用するのか、この身で確かめさせてもらうよ。やめておけカグラ。この殺生丸、手加減するほど甘くはないぞ。私はいつか自由になるんだ。そのためだったら何だってやるよ。さあかかってきな。
叩き伏せてやろう。悪く思うなよ。いざいざ、一本目勝負。消火せよ刀の刃こない、刀の刃こない、刀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 の刃こない、刃こない、消火せよ刀の刃こない、消火せよ、消火せよ、刀の刃こない、消火せよ、消火せよ、消火せよ、刀の刃こない、刀の刃こない、封じるのない、はっやっ、これが真の姿だ、雑魚。刀の刃こない、消火せよ、くらいくらいな、刀の刃こない、刀の刃、消火せよ、雑魚は消えろ、消火せよ、刀の刃こない、雑魚は消えろ、決着、勝者殺生丸。歯向かうからこうなるのだ。フッ、愚かな。貴様が試せるほどこの殺生丸は甘くはないわ。さっさと失せるなよ。当たり前だ。くだらん。犬夜叉か、ちょうどいい。殺生丸、お互い考えてることは同じようだな。汎用が、貴様とはここでケリをつける必要があるようだ。そりゃこっちのセリフだ。やい殺生丸、覚悟しやがれ。身の程知らずが敵じゃねえ。いざいざ、一本目勝負。ザッパーしろ、消火せよ、消火せよ、消火せよ、ザッパーしろ、刀の刃こない、消火せよ、刀の刃こない、ザッパーしろ、刀の刃こない、消火せよ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 、刀の刃こない、消火せよ、これが真の姿だ、刀の刃こない、消火せよ、決着、勝者殺生丸。汎用のお前に負けるはずがない。やはり汎用の貴様などこの殺生丸の敵ではなかったか。くだらん奴だ。そのまま這いつくばっている。当たり前だ。くだらん。このまがまがしさ、やはりここに奈落がいるようだな。お待ちしておりましたよ、殺生丸様。奈落か。いい加減その化けの皮を剥いだらどうだ。大
確かに、もはや何も隠すことはないか。殺生丸、貴様もこの奈落の体の一部として取り込んでくれよ。本性を表しおったか。貴様のような汎用ごとき、この殺生丸が一瞬で葬ってくれる。よし、取り込んでやる。いざいざ、一本目勝負。はっ、刀の取り込んだれ。あとは死ねろ。刀の取り込んだれ。勝負。刀の取り込んだれ。昇格で昇格で刀の取り込んだれ。うん、刀の取り込んだれ。刀の取り込んだれ。これが真の姿だ。刀を振り込んだれ。消化せよ。あとは逃げろ。あい、あい。あとは決着。勝者、殺生丸。騙したことを後悔するがいい。愚かな。所詮汎用ごときにこの殺生丸が負けるわけがない。この程度の相手であれば、わざわざ気にかけることもなかった。